バム代表の牧野と申します。よろしくお願いします。アルバム銀座店のディレクターの伊藤祐樹です。シャウデッサンの黒木です。よろしくお願いします。シャウデッサン統括ディレクター兼大阪店店長の吉田真也です。今回ナビゲーターを務めます美容エディターの桑名です。よろしくお願いいたします。今回ヘアキャンプさんの連載のバッテリーということで、それぞれのサロンさんの攻めと守りでご登場いただいてるんですけど、今回4回目なんですが、もうちょっとモンスター級と言ったらあれなんですけれども、私も非常に今回緊張して挑んでおりまして、ぜひ多分異色のコラボではないのかなと思いますので、それぞれのサロンさん同士でいろいろとザックバランにご質問していただけたらなと思いますので、よろしくお願いいたします。ではアルバムさんからどちらが攻めで、僕いいですか。あ、お願いします。僕はもう本当表出ませんので、はい、バックオフィスでやってますんで、僕が守りだなと思っております。ちょっと言っちゃいますか。いやそうですね、ダブルストライカーみたいな。ストライカーね。牧野さんすごい、あ、突っ込んでくれました。突っ込まずにはいられませんよ。はい、これはもしかして今日、はい、美容学生通信科1年生です。ご存知でしたか。知ってました。ちょっと業界ざわ、ね、ざわつきまして。マキノさん、あ、そうですか。はい、嬉しいです。なんか理由があってのことなんですか。やっぱりですね、皆さんが見てた、世界というか景色というのは一回も見てないんで、そこを見ないと、美容業界は語れないのかななんてずっと思ってたんですよ。なので、これを、やらなければ成功しても失敗しても後悔するんじゃないかなと思ってですね。まあ卒業する年がちょうど50歳なので、はい、まあいい節目になるかなと思ってですね。メモリアルですね。チャレンジしてみました。はい、どういうふうな連携を取られてるのか、その牧野さんと伊藤さんって。めちゃめちゃフォローアップしてくれたりとか、はい、あとお店のスタッフのインスタとかあるじゃないですか、はい、あれをなんか牧野さんが見てくれてコメントを一人一人にくれたりとか、はい、もうすごいんですよ、ほんまにやってくれることが。僕ディレクターなんですけど、ディレクションかなりしてくれて、はい、で出してくれて、こいつら売れるよっていうのとか、やっぱり一日すげえ言ってくれたりとか、全員を支えてくれるし、引っ張ってってくれる方で、僕だからそれがあるから、よし頑張れ頑張れってこうやるだけで、よし売れる売れる、社長が言って大丈夫大丈夫みたいな感じでできるんです。直々に。いやもう 僕はやっぱ美容師じゃないフロント立てないんで、はい、もうマーケティングするしかないんですよね。なので、まあ、本当細かいこと、ホットペッパーどうやったらお客さんが来るか、インスタどうやったらフォロワーが増えるか、はい、そういうところを研究してフィードバックするしかできないですよね。だからそれを中心に、ずっと8年間ぐらいで、あと僕は基本海外にいるのでインスタグラムがもう情報源なんですよね、はいはい、まあ、だけどインスタ皆さんの毎日見てて、なんか一緒にいるような気分なんですよ、もうもはや。はい、伊藤さんなんてね、ポンタ君とかあげて、ね、お子さんあげますね、はい、もうなんかポンタ君と会って、あ、そうですね、ああ最近歩くようになった。ありがとうございます。はい、そうだから本当全員見守ってくれてて、絶対ストーリーの上位10人ぐらいのうちには絶対入ってくるぐらいの、うん、そうですね、本当僕毎日ね、僕1時間か1時間半ぐらいインスタ見てるんですよ。本当黒木さんも昔から本当見てました。黒木さん2018年ぐらいだと思うんですよ、そのぐらいから知って、なんだこの人はっていうのが正直な印象で、カリスマだな、なんでこんな喋れるんだこの人、一番この人なんか離れしてる、何なんだこの人って知ったんですよ。なんか気持ちいい回ですよ。話伺ってて、うちは店立ったんでアルバムに変えようかな。ぜひ資本提携しましょう。すごい回になりますね。イントロで始まる。伊藤さんならでは のスタッフさんの持ち上げ方というか盛り上げ方みたいなのってあるんですか。盛り上げ方、いやもうずっとでも一緒におるしかないですね。なんか家呼んで朝まで飲んだりとかが、はい、今も何日目や、今8日目とか、奥さんが今実家帰ってるんで、その間スタッフとずっと飲んでる感じなんですけど、はい、だからそれが4時までとか、まあなんか関西ならではですよね。いやね、僕も最近それでちょっとだいぶ失敗したんですけど、はい、そういうアナログコミュニケーションすごい大事なんですね。僕多分めっちゃアナログやと思います。
そういうところから知ることも。そうですね、スタッフとずっと一緒におって、はい、会社はやっぱ理念とか決めてサロンから感動を提供し続け、お客様人生を少しでも豊かにするっていうのが一応理念あるんですけど、はい、いやその理念に沿ってるかどうかの行動を見ていくって感じですね。お客さんがちょっとでもこう折って安心できる空間作るっていうのが、やっぱりいっちゃん、なんかアルバムって結構冷たい印象を持たれることが結構、正直さらに感じで、それがね、僕なんですよ。やっぱね、僕はデジタルで仕組みを作ってシステムで勝とうとしてたんですよね、うん、でもそれが僕の反省点っていうかですね、やっぱり人間的な付き合いっていうのは美容師さんの中ですごい大事だなっていうところを、うん、すごいうちの弱点だったのかなってところも見事に埋めてくれる、なるほど、存在になりましたね、はい、会社を宗教は嫌って言ってたんですけど、僕的にはなんか宗教っぽい感じにして、もう完全にここのサロンによって絶対幸せになるし、まあ、幸せにしようと思って動いてはる人が僕はもうすげえわかるんで、だからその思いってやっぱ伝えんとわからんし、やっぱシステムだけって言うより人に、僕はやっぱ人についてるんで、社長についてるんで、じゃあやっぱその社長についてる思いをちゃんと伝えて、こういう風に社長は思ってくれてるからねって全員にどんだけ2番手がほんまに伝えれるかやと思うんですよ。前までやったらその委託の方が多かったりしたんですけど、今やったら8割ぐらい社員になってきてる状態なんで、はい、だから本当にその委託から社員になって、この会社の一員としてどうやってアルバムをこう盛り上げていけるかって、僕じゃなくて僕たちっていう感じで今すげえ考えてる状態ですね。まあ、例えば本当に今もなんか家にね呼ぶんですよね、スタッフを、うん、それでみんなで一緒に寝てるみたいなのをしょっちゅうやられてるんですよ。そうですね。それは、いろんなスタッフ入れ替わりってことですか？ああ、そうです、そうです。同じチームのメンバーだけではなくて、ああ、チームのメンバーだけじゃなくて、委託の子も入り乱れて、どっちかっていうとそのトップスタイリストっていう基準になるかなれへんかぐらいのコーラを連れてくるようにしてますね。なんかトップスターだったコーラも結構安心してここによって売れて給料稼げるからってなって、でやっぱ社長もピックしやすいから、なんかいろんな取材が来たりとかってなってくれてるんで、じゃあトップスターになりかけのコーラのちょっとうまいこと言ってないコーラぐらいをこうどうこっちに262の上の方に持っていくかっていう感じの考え方でやってるんで、はい、抜かんのですね、はい、そうですね、まあ、完全に僕が攻めなんだろうなと、はい、もうあっちこっちに行ってはこうあれこれあれこれ勝手に決めてきては面倒くさいことを吉田に掘り投げるっていういや本当にね、秘書秘書兼何ですか、マネージャーが何かしてるんですかっていう、でも気が合うんでしょうね。だから自分、うん、なんか自分がやっていることをこうしたいことを、まあ、彼女らはふんだんに今まで言ってきたんですけど、だから僕はやることを疑わずに信じて、もうめんどくさいなクソって言いながらやってくれるっていう、まあ、突然本当に極端な話ですけど明日このセミナーリリースするから今すぐ準備して、明日何時だから、え私今日山盛りやることあるんですけど大丈夫、朝まで時間あるからっていうような、そういう感じなんですね。ほんまにそうですね、無理難題をずっと言ってくるんですけど、はい、でも私はすごく最初に黒木さん出会った時に、まあ、もう美容師としての考え方にすごく大賛成やなって思って、クリエーションやってるメンバーと飲む日なんだけど、来るって来たら行きますで、たまたまその翌日がその一緒にいたメンバーが撮影する日だったんですよ。見に来る、行きますって、そらふっかるですよね明日行こうって言ってたんですよね。そうなんですよね。だからまあその時はだから20代中頃なんで、もう行動するしかないっていう時で、うんうん、でまあ自分が勉強したいっていう意欲もすごくあって、美容師としてのもっとこうちゃんとしなあかんなって思ってた時だったん でその時に黒木さんの仕事を見て、あなんかほんまもんの仕事してるなっていうのをすごく感じて、なんかその美容師としての考え、でもそれってこうやっぱ根本になるのはお客様を幸せにしたいから、ちゃんと技術をするっていうところが、なんかあちゃんとこういう人から教わりたいなって思ったのがこの人についていこうと思ったきっかけだったんです。だからその時は別にシャウデッサンを発展させるっていうことも全く考えてもなくて、まあ、自分がこうなんかこの人だって思える人に出会えたっていうだけやったんで、だからもうその人から言われることは全部イエスで答えていかないといけないなって思ってたら、なんか次々いろんなからなんかびっくりするぐらい、その時は全然今みたいになるなんて私も全く思ってなくって、うん、
でもとりあえず言われたこと全部やらないと自分が成長できないからやろうと思ってたらこんな感じになったっていうだけなんで、だからなんか今もこの後の展開ってどうなるのかなって全く予想できないことばっかりするんで、本当にびっくりしてます。本当にその僕たちは何者でもなかったですし、まあ、今も正直まだまだ本当にあの世の中にすごい人たちいっぱいいてるんで、もうちょっと頑張りたいなと思ってるところなんですけど、こうどうこう自分たちのやってきたことを発展させてこう残していくかなっていうのがもう今自分が考えてるフェーズに入ってきてたりするん でそのうちにこう、まあ、こういう子たちにちゃんとこう伝えたやつを届けてもらうっていうのがなんか自分のミッションになってきてるなって、はい、そのためにまあヘアキャップさんと一緒にいろんなことをまあさせていただいたりするんですけども、すごい黒木さんの話を聞いてると人を動かすっていうところでどうしたら動いてくださるんですか。こうスタッフさんたくさんいらっしゃると思うんですけど、いや、ね、たくさんいないんですよ、うちのスタッフ本当にあの十数人なんですけど多いですどうですかね、まあ、でも信じてもらってるってことなのかなとは思うんですよ。その、まあ、こいつの言うことは嘘がないだろう。でさっきそのおっしゃってた理念って僕大事だって僕もすごく思っていて、で自分があのいい人間じゃない分、その自分がどう進みたいって理念を掲げてるんですよ。だからそれに基づいて自分は間違っていないかどうかはいつもジャッジするんですよ。自分はこれをしようと思っていることは誰かを傷つけないかな、これが誰かの仕事を奪うことになるんじゃないかな、じゃあこれは NG だな、やっぱりゼロイチが一番綺麗だと僕は思ってて、ないものを綺麗にしていくっていうことかなって言いながら、ちょっとまあ僕も性格も良くないからその下手なとか言うてもらうんですけどなんか自分がそのもっと頑張らなあかんと思ってますけどね、まだその今さっき言ってた自分がやってきたこと残したいってフェーズも入ってきてはいますけど、もうちょっと自分の発展していく先を見とかないと、ある方がおっしゃってたんですけど、結局その企業のナンバー2ってのはナンバー1を超えないって言われて、僕は超えていってほしいなってやっぱ思ったんで、とはいえミスミス超えられなくないんでまあ超えれるもんやったら超えてみろって、スタンスで超えていけっていう感じであるんで、まあ自分のできる限り能力を全部使い切ってから、まあ、超えてもらおうかなと思ってるんで、まあ、スタンス的には一番高いポジションに自分が行けるだけ行って、もう俺ここまでだから次行ってねっていう交代戦ご隠居、はい、まあ隠居したいなと。ちなみに僕らが掲げてる理念っていうのは世界を美しく変えるっていうワードなんですけど、はい、そのために生きてるなと思ってます、世界を美しく、はい、なんかこう美容師ってこう美容師ってなる方多いじゃないですか、でもそれだけやったらあかんって思ってるんで、それだけで人生最後までできるわけないなって思ってるんで、なんかいろんなところで情報を収集して生きる力をつけようって思ってて、でしてたらなんかいろんな能力身について今美容師っぽくないこといっぱいやってるなみたいな感じですね。なんかその彼女やってる仕事の一つで結構ボリュームが大きいのがオンラインサロンの管理とかが結構、うちのオンラインサロンもそうなんですけども以外も割と彼女が受け持ったりしてて、他の美容師さんのオンラインサロンとか、それがまあ忙しそうですけどね。いやもうバックオフィスみたいな感じみたいな感じですね。秘書飛び込めましたね。そうですね、バックオフィスになりましたね。想定しながらスケジュール管理してで、まあ、言うとフライヤー作りから案内出すのからもう全部やりながらサロンワークやって、で下の子が美容師さん、美容師です、秘書じゃないです、秘書じゃないです仕事がほとんどそっちなのかなって思っちゃう。全然半分以上はサロンワークですけど、ね、あ、そうですか、はい、今すごいバランス良さそうです、ね、ここだけなんか成り立ってる感じ出るけど、ね、今結構ここの子分が2人が解いてるんでどっちから次非常になるんですか。そうですね、その子分たちに俺ら手伝えって言ってこう吉田舞台が動いてるみたいな。やっぱりその子分以外の子たちはなんかちょっと寂しそうやなとか思ったりするよね。そうですね、そのどんちゃんパーティーの渦の中に入ってこないよねってのがあるから、まあ、僕は次今そこプラスどんちゃんパーティーしてない子たちのこう成長曲線というのをこう自分が今コントロールするっていうことを考えてはいますけどね。実は今回テーマが教育、人材育成っていうところが、ありがとうございます。さすがでございます。でそこの軸でですね、クロストークしていただきたいなと思っていて、あの席替えで
攻めをの方は内側で、守りの方は外側に行っていただいて、はい、ちょっとお話をしていきたいなと思います。はい、